はいどうも、タクタクです。本日はこちらのゲーム、夢探偵、くまのぶくん。こちらをやっていきたいと思います。なんか、ね、ハートフルなゲームですね。さあ、行きましょう。ハートフル。うん。あ、これな、マウスだよな。あ、ない。くまのぶくーん。はーい。なんか、ギャーだよ、ほんと。くまのぶくーんって言ったら中身出てきたよ。何今の夢。あーん、怖い夢見ちゃったー。体が割れて中から出てきたね。これはもう、メル様に慰めてもらって元気を出すしかないな。メル様。メル様ね。あら、かわいい。これが熊野部くんですね。はい。かわいらしいですね。熊野部くん、夢の住人。夢の住人なんだね。セーブは？あ、セーブその場でできる。アイテムは？何も持ってません。武器、防具、大事なもの。まあまあまあ。ないでしょうね。熊野くんなんか装備してるのかな？うん。あ！装備。うん。待ってね。もちもちのおてて、熊野くんのもちもちのおてて、攻撃力はない。ないんだ。もちもちボディ、マシュマロ、食感だぞ。防御力はない。ないですね。マシュマロ食感のもちもちボディ。響きがいいですね。夢の世界のクマノブくんだよ。もちもちのボディに触り、心地の良い、短毛で覆われている。いいね、クマノブくん。抱きついてみたいですね。ふわふわ。製氷機から作った氷を口に含むのは大好きさ。それなんか、あれだ、なんか病気らしいよ、それ。なんか、病気っていうか、なんかどっか悪いらしいよ、それ。テレビを見るときは、部屋を明るくして離れてみてねってメル様に言われてるんだ。メル様ね。なんでもメル様ですね。じゃあまあまあまあ、メル様見つけよう。夢の街一丁目。メル様はどこにいるのだろう。なんか、これは何？モブを。モブだからね。ここから先の森を抜けると、夢の街二丁目にたどり着けるんだけど、でも最近、夢食いが出てきたせいで、森の中には入れないんだな。夢食いだって。バクとかなのかな、やっぱりね。この中入れる。お、なにこれ、なにこれ。ネズミ？ネズミ玉。俺の兄貴が左右対称姉妹に夢中になってるんで、チューチュー。左右対称姉妹。どういうこと？ポンポン飛び跳ねるで、チューチュー。兄貴、この人かな？ネズミ玉。俺たちネズミ玉はたくさん兄弟がいるんで、チューチュー。あ、そういうことか。なんだろう、左右対称姉妹って。気になる響きですね。なんだろうね。あ、寝れる？あ、寝れないわ。まあ、いいわ。左右対称。こいつなんか、うんちみたいな、うんちじゃないか。青虫くんだ。靴下にお母さんがゼラチンで、肩甲骨でいいんだっけ？違うな。まあいいや。下敷きだったので、行ってきま、何？何？これ何言ってんだ、青虫くん。青虫くんやべえな。よう、熊野部、チキンジョー！チキンジョージってのが、40っていう、梅津和夫の漫画にいたけど。いや、チキンジョー、メル様見なかった？メル様ならさっき、可愛いと話、可愛い！急な普通の名前。なんだよ、何かあったのか。うん、怖い夢を見ちゃったから、メル様に慰めてもらおうと思ったんだ。そうか？それは気持ち悪いな。慰めてもらおうとしている熊野くんがね。そういえば夢って言ったら、俺も最近嫌な夢ばっか見てさ、歯がボロボロ抜け落ちる夢とか怖い怖い。歯あんのか、鳥。チキンジョーもなの？で、おめえはどんな夢見たんだよ。最初は楽しくお散歩してたんだけど、いきなり真っ暗になったかと思うと、卵のように僕が割れて中から僕が出てくるの。そうか、それクレイジーな夢だな。超かっこいいな。チキンジョー好きなんだけど、俺。これなんだ、ここ。わー、オレンジジュースが入ってたよ。勝手に飲んじゃおうと、やめときなさい。オゲー。生卵とかなんかいろいろなプロテインをミキサーにかけて作ったチキンジョージュースだった。チキンジョーの家なのか、ここ。チキンジョームキムキなんやな、きっとな。筋トレ本がたくさんある。チキンジョーはマッチョな男に憧れているらしいな。やっぱね、男はタフじゃないと生きていけない。男は優しくなくては生きている価値がないって言いますからね。モブを何いるんだ。この世界のものはすべて現実世界の
地球7号というところにいる人間や動物、植物たちの夢のかけらからできているらしいんだな。現実世界の地球7号というところにいる人間や動物、植物たちの現実世界の地球7号って何？ところで夢のかけらって何なんだよ。何なんだな。ねえ、何なんだな。ね、もう、ムニズミ玉。あの子に夢中。あ、こいつか夢中になってるのは。あの子に夢中。左右対称姉妹。あ、これか！左右対称。なのか？あ、じゃないぞ！時計ちゃうぞ、これ。この子たちに夢中なんだね。モブ女。私は左右対称よね。私たち左右対称よね。うん。私たち左右対称よね。うん。まあ、対称なんじゃないの？そう言われれば。時計が違う気がするけどな。でもこれはまあ、一応対称っていうことにしておいてんのかな。間違いを探せとかっていうことじゃないの。そういうことじゃないみたい。まあいいや。なんかあったら来なきゃダメでしょ、でも。で、この子はモブ女モブ目言うな。夢食いが出てきたから、来てから怖くて怖くて、4丁目にいる親戚たちに会いに、行ってないのよね。みんな元気かな。この顔、あー、ちょっと待って。なんか変わったのいる。かわいいじゃん、これ。かわいいくん。かわいいくんか！あ、くま、のぶくんだ。いや、かわいいくん、メル様どこにいるか知ってる？いやだな、くまのぶくん、かわいいくんじゃなくて、かわいいくんだぞ、ぷんぷん。なるほど？かわいいじゃん。は、相変わらず、属性もりもりだね。メル様はどこにいるか知ってるかな？メル様なら夢の観測用に行ったよ。優しい僕が生き方を教えてあげるね。おう。そこの道をまっすぐ進めばいいんだよ。そっか、ありがとう。ところで、熊野くん、今日の僕どう思う？今日も属性もりもりだね。属性もりもりって何？可愛い属性ってことかな。行きましょう。ここまっすぐね。夢の観測場。あ、メル様？あ、メル様超えてったよ。メル様。あー、メル様ー。あらあら、どうしたのですか、熊野くん。そんなかまぼこみたいな顔しちゃって、メル様毒舌だね。メル様可愛いじゃん。でも、怖い夢見ちゃったーん。今冷静になったらなんてことのないっていうか、超絶にくだらない夢なんだけど、起きた時動悸が激しくなって冷や汗が止まらなくなってしまったんだ。マジこうありがちなやつだ俺それ。まあそれはおかわいそうに。そうだ、今、ちょうどミネストローネが出来上がったところだったのですよ。どこで？どこで作ってたお前それ。このミネストローネを食べて元気いっぱいになってくださいね。食べたいね。僕はメル様の手作りミネストローネもいいけど、メル様のもちもちパスタ肌のお手手でなでなでしてほしいです。まあ、クマノブくんたらいつまでも甘えん坊さんなんですから。よしよし。いや、そんな声ではないよ、絶対。あ、なに？なんか、流れ星。なんだ、今の。まあ、下の方へ何か落ちていきましたね。なんだろう。メル様、行ってみていいでしょうか。メル様、めっちゃ可愛いじゃん。行くぜ、クマノブ。どこに落ちた？あー、誰？なんか、なんだ。なんだろう、この子。あらら、大丈夫かい？君。誰か来た。よかった、気がついたみたいだね。誰だろう。ふわゆう。ここは一体、猫耳かな。ここは、夢の国、夢の町、一丁目だよ。そして僕は、熊野くん。僕は、ホロ。よろしくね、熊野くん、ホロ。夢の国っていうことは、ここは誰かの夢の中なの？いいえ。この世界は、誰の夢でもありませんよ、メル様。瞬間移動してきたメル様よ。もう誰のものでもない。忘れられた夢のかけらたちで作られた世界なのです。まあ、大抵が幼い頃に見た夢なのですね。ああ、なるほどね。申し遅れました。私は現実世界地球7号上の生命体のすべての夢を管理している夢の観測者メルです。僕は科学者のホルです。現実世界で、夢探索機という夢の中に入ることができる機械を作り、ここに来ました。お、夢探索機ですか？それはそれは興味深い。それでどうして夢の中に？それなんですが、今、現実世界では永遠の眠りという発症すると、眠ったまま起きなくなってしまう。お、怖いね。
病気のようなものが15歳以下の子供たちの間で、流行しています。まあそれは大変ですね。僕はその病気の患者の夢の中へ入ってどうにか患者を起こすことができないかと考えました。しかし、あらら、行き先を間違えちゃったのね。そうでもないですよ。え、ここで話すのもなんですので、夢の観測所へ来てください。あ、熊信くんもね。なぜ熊信くんも。ここは夢の観測所です。あの空に輝いているものはすべてあなた方の現実世界、地球7号上の生物たちの夢なのですよ。へぇ、星みたいに見えた。これがすべて夢。ええ、そうです。君はさっきあそこから落ちてきたんだよ。そうだったのか、今の僕の体も夢でできているんだね。あれは、赤い。あれがあなたの目的の夢でしょう。ね、本来ならこのようなことは起こり得ないのですが。どうやらあなたが発明したという夢探索機というもののおかげでしょう。行き先を示しているのか。この夢の中へはどうしたら入ることができるんですか。そうですね、本来は私以外のものは入ることができないのですが、なぜ。特別に許可しましょう。許可制だった。その代わり条件があります。条件。そこの熊の部君も連れて行きなさい。なぜ。僕？私たち夢の住人は平気ですが、あなたのような現実世界から夢に入ったものだと思い通りの行動が取れないという状況に陥る場合もあります。それに彼は実はものすごい名探偵なのです。きっとあなたの助けになりますよ。そうなの？名探、それは頼もしい。メル様ありがとうございます。よろしくね熊信くん。うん、よろしくねホロくん。本当に名探偵。熊信くん、彼をバッチリサポートしてあげてくださいね。うん、クマはバッチリサポートするよ。それではそろそろ行きましょうか。そこの望遠鏡であの赤い光を覗いてごらんなさい。うん。どんななってんでしょうね。それじゃあ行こうか、熊信くん。準備はいいかい、ホロくん。お、行ってらっしゃい。お、瞬間移動。チャプター1。なんとかの夢。いきなり怖そうだけど。いや、ホラーゲームみたいだけど。これ一応コメディーらしいんだよね、皆さんね。でも、ホラーゲーム的に怖い部分がいっぱいあるとかないとか。さあ、ここが感じの夢の中。僕がいい感じにサポートするから、大船に乗ったつもりで挑むといいよ。ありがとうね、熊信くん。うん、そういえば、君と初めて会った気がしないよ。なんでだろうね。うん、君は確か幼い頃の夢など忘れられた夢からできているって言ってたよね。君がまだ誰かの夢だった時に、僕のような人間の子供に会ったことがあるのかもしれないね。なるほど。信じやすいな、こいつ。話は変わるけど、この夢の中に入った目的は、この夢の主を起こすこと。まずその夢の主を探そうと思うんだ。うん、わかったよ。頑張って探そうね。ホロ君と一緒にこの夢の中を探索して夢の主を探しましょう。なるほど。ホロ君。かわいいね、ホロ君もね。科学者らしいですよ。ちょっと待ってね。ピストル持ってるぞ。白衣、夢探索機、ピストル、ホロ君常に携帯している、科学者っぽい白衣、夢探索機、他人の夢の中に入ることができるようになる機械らしいです。脱げません。残念でした。ここは、まあじゃあまあ見ていきますか。わーお、なんか怖いね。あのモブキャラが、学生くん、すみっこが好きなんです。すみっこ暮らし。学生ちゃん、ごきげんよう。じゃあまた明日ね。おお、1年 C 組。おお、なんかいろいろありますけども、うん、なんか書いてあるぞ。メガネをかけている生徒が正解だって。なんのこっちゃですけど、うん、これは89。はい、72です。答えは63です。いいですか、この数式は火山灰で割って、マンダラだっけ、わかんない、あ、違うな、なんだろう、マチャラを足してひき肉で三角定規を炊けば簡単に解けますよ。答えが、この問題の答えがわかる人は手を挙げなさい。今後どこが正解値、63ですよ。うん、これ正解が分かったからなんだって話だね、でもね。うん。関係ないみたいですね。まあなんか後々役に立つのかもしんないし、なんとも。あ！
ホロ君いますね、隣に。まあいいか、とりあえず今日はこの辺までにしておきますか。はい、じゃあ次回はね、はい、この熊信くん、ホロくんと一緒にまた事件を解決していきたいと思います。まあ何が始まったかいまいちわかんないですけどとりあえずトアの眠りになっている人たちを起こすために頑張るみたいです。それではこの続きはまた次回よろしくお願いします。それではしたっけ。